皆さんこんにちは、崎尾ママです。今回は数ある建築会社の中からなぜヘーベルハウスを選んだのか、ヘーベルハウスを選んだ決め手4つをご紹介したいと思います。お家を建てたいけどどのハウスメーカーがいいかわからないって悩んでる方や、ヘーベルハウス気になるけど実際どうなんだろうって思ってる方の参考になればと思います。我が家のルームツアー動画などお家に関する動画もアップしておりますので、そちらも合わせてご覧ください。ヘーベルハウスを選んだ決め手の一つ目はアフターフォローが充実しているです。お家作りをする中で、どんなデザインにするか、どんな間取りにするかなど、家の設備や内装にばかり、ついつい目が行きがちなんですけども、実際はその建てた後に何十年って住み続けるものなので、建てた後いかに快適で安心して過ごせるかが最も大切だと考えました。でヘーベルハウスは60年間の無料点検システムというサポートがあります。なので引き渡しから60年先まで定期的に点検を行ってくれます。点検といってもただ見るだけではなくて、ヘーベルハウスの認定点検技師という方がホームドクターとして、お家の状態をしっかり見極めて、快適に住み続けるためのアドバイスもしてくれるそうです。人間も定期的に健康診断を受けるのと同じで、家も定期点検を行うことで健康な状態を保つことができます。また先日ヘーベルハウスのお客様感謝祭というものに行ってきたんですけども、そこではお家のメンテナンス講座というのもやってまして、実際に床にできた傷の補修の仕方などを丁寧に実演で教えてくれました。液体状にしてこの溝のところに詰めてあげるってやり方結構難しいのね。やばい、ここで固まった。やめてです。もう役立ち方録にもホームセンターの方が安いので、ホームセンターで買っていただいて大丈夫。そうだ。実際に自分もやりながらレッスンを受けることができたので、とても分かりやすかったです。ヘーベルハウスはこのようにお家の外側と内側の両方からサポートしてくれるので、安心して住むことができるなと感じました。ヘーベルハウスを選んだ決め手の2つ目は屋上を作りたいという希望を叶えてくれるです。我が家は特にこだわりもないまま、展示場巡りをする中で屋上やテラスのあるお家に特に魅力を感じました。中でも屋上は限られた土地を有効活用でき、気軽にアウトドアを楽しめるというところで屋上のあるお家を建てることを決めました。でも屋上は一般的な屋根の家に比べて水はけが悪くなってしまうので、雨漏りするリスクが上がってしまいます。屋上が作れるハウスメーカーっていうのはいくつかあったんですけれども、木造か鉄骨造かっていうのを比較した時に、より頑丈で雨の影響を受けづらい鉄骨造にすることにしました。で、鉄骨造のハウスメーカーの中でもヘーベルハウスの営業の方は自信を持って屋上ができますというふうに言ってくださったので、ここで私たち夫婦はヘーベルハウスでお家を建てたいという気持ちがぐっと固まりました。ヘーベルハウスが自信を持って屋上を進める理由の一つに1979年から続く実績があります。屋上を設計する上で大切な荷重に耐える鉄骨構造と耐久性や強度に優れた ALC コンクリートヘーベルを使用することで屋上利用を可能にしています。またヘーベルハウスでは高分子系防水シートの強度をさらに高めた防水シートを使用しているため、30年の耐用年数を実現させているそうです。防水シートがしっかりしているからこそ屋上でプールを楽しむこともできます。ヘーベルハウスを選んだ決め手の3つ目は耐震性です。私は東北出身で、東日本大震災の際は被害が大きい地域に住んでいました。そのため耐震性もお家を建てる上で重要なポイントの一つでした。ヘーベルハウスは耐震等級3で、住宅性能表示制度においても最も高いレベルの耐震基準を誇っています。また、木造よりも鉄骨造の方が、耐震性が高いこともヘーベルハウスを選んだ決め手の一つです。高い耐震性能の理由の一つにハイパワード制振 ALC 構造があります。ハイパワード
ード制振 ALC 構造は高強度の柱と梁に加えて高性能の制振フレームハイパワードクロスを組み合わせたヘイベルハウス独自の構造です。それぞれ高い剛性を持つので少ない部材で強度を高められます。また通し柱を必要としないので上下階で柱の位置をずらすことができより自由な設計ができることもメリットの一つです。このフレームのつなげ目にあるものは制振デバイスというものです。制振デバイスの中はこのような部材で構成されています。地震が起こると中央にある極低降伏天候が粘るように変形しながら揺れを吸収してくれます。揺れが収まると緩やかに元の状態に復元する特殊な合材です。耐震性を高めるもう一つの理由としてヘーベルハウスの名前の由来ともなっている ALC コンクリートヘーベルの存在があります。 ALC コンクリートヘーベルは軽量性、耐久性、耐火性、断熱性、遮音性、調湿性、高強度、寸法安定性の8つの複合性能を実現するコンクリートです。これらの優れた複合性能の秘密に3つの素材の特性があります。これらの3つの素材特性は軽石、セメント、製石灰、アルミ粉末、水を原料に数多くの製造工程を経ることで作り出されます。それぞれの素材特性によって災害に強いだけでなく快適な建材を生み出しています。ヘーベルハウスを選んだ決め手の4つ目は妻と子供への配慮が抜群です。私がヘーベルハウスでお家を建てたいと思った90% ぐらいはこの理由です。ヘーベルハウスは主人だけじゃなくて私と子供への配慮も抜群でした。ヘーベルハウスの他にもたくさんのハウスメーカーの営業の方のお話を聞きました。その中で、夫にだけ名刺を渡して、私には挨拶もしないという方もいましたし、名刺をくれても実際話をするのは、主人だけというところもありました。で、当時は4歳と6歳の子供を連れての展示場巡りだったのでかなり精神的にも肉体的にも大変でした。で、綺麗なお家にテンションが、上がってしまってすごい走り回ってしまう子供たちを追いかけるので精一杯で営業の人の話を聞く余裕なんてありませんでした。でヘーベルハウスでは担当の営業の方だけでなくその場にいる皆さんがすごく優しくて皆さん気にかけてくださるという感じの空気感でした。で特にありがたかったのが子供を見てくれる方がいたことでした。なので私も安心してお話を聞くことができました。最初の頃はなんかお菓子とかジュースもらえるからという理由ですごい喜んで子供たちも展示場に行ってたんですけど、だんだん待ち時間が長くなるようになってきたらもう行きたくないっていう風になってしまったんですけど、ヘーベルハウスだけはまた行きたいって毎回言ってくれるのがとても私にとってはありがたかったです。実際にハウスメーカーを決めてから打ち合わせって何十回もあるんですけど、その度にね子供がぐずってしまったりとかだと本当に大変なことになってしまうので、子供を見てくれる方がいたおかげで私は楽しい打ち合わせを過ごすことができました。ヘーベルハウスじゃなかったら多分もっとなんか夫婦喧嘩とかすごいしてたんじゃないかなと思います。最後にヘーベルハウスにしてよかったと感じた最近の出来事をお話ししたいと思います。先ほどちらっとお話ししたお客様感謝祭のことなんですけど、このイベントは我が家のように最近お家を建てた人からもっと何十年も前にお家を建てている人までが集まって招待されるイベントだったんですけど、内容としてはスイーツビュッフェが食べ放題だったりとかビンゴ大会をして景品をもらったりとかすごく楽しいイベントでした。イベント自体とっても楽しかったんですけど、営業の方がそれぞれのオーナーさんとすごく親しげに話している様子を見て、売った後もお客さんをすごく大切にしてくれるんだなと感じました。最近知ったんですけど、ヘーベルハウスはオリコン顧客満足度の鉄骨造部門で9年連続1位を獲得しているそうです。なので、こういう、建てた後のオーナーさんとのつながりを大切にしているところなども、満足度1位の要因なのかなと
感じました。以上が我が家がヘーベルハウスを選んだ理由4選でした、はい、この動画が参考になった方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。以上さきよママでした。